大手前交差点から南を望む上町筋は、大阪市内を南北に走る、主要地方道の愛称。区間は、大阪市中央区の京阪東口交差点から同市安倍野区の付属天王寺小学校前交差点までの約5 2トルで、北側堀交差点を境に北側は、大阪市道若川天王寺線、南側は、大阪府道28号大阪高石線の一部に、 当たる。全線が片側2車線の全4車線道路である。現在の上本町1交差点5条宮前にし、交差点間が1911年に、馬場町交差点以北が1923年に、馬場町交差点上本町1交差点間が1928年に、いずれも大阪市電の布設によって、拡幅、新設された。1946年には、 戦災復興都市計画に基づき、大阪都市計画道路、東の田川堀口線の一部として再整備されることになり、五条宮前西交差点以南がこれ以降に新設された区間となる。五条宮前西交差点以北で運行されていた大阪市電は1968年に全廃となった。同時期に上町筋の約350メートル西方を並走する。 谷町筋が40メートル幅に拡幅され、地下鉄が開通し、上町大地の最重要南北幹線の地位は谷町筋へ移行した。現在も上町筋には、地下鉄がなく、交差する道路でも上本町六交差点の地下にある大阪上本町駅が唯一の地下駅である。このため上、町筋を運行する大阪シティバスの本数が多い。都心を貫く、 幹線道路であるが、中央区上本町西1丁目から4丁目付近は、用地取得の遅れから未だに歩道が整備されていない。また、交通量が非常に多い幹線道路と交差しているが、立体交差化は、南端部の天王寺バイパス以外はされていない。京阪東口から上本町9丁目までは、大阪市ティバス62号系統、4天王寺東大門前以南は、 大阪シティバス12号系統が経由。上本町1丁目と上本町6丁目間は、大阪シティバス18号系統が経由している。上本町8丁目と9丁目は、近鉄バス66番も経由するほか、上本町9丁目付近でわずかではあるが、大阪シティバス22号系統が経由している。調査日調査時間隣接する、谷町筋と比較して、いずれも、 半分以下の交通量である。ありがとうございます。